皆さんこんにちは、スノーボーダーの青木玲です。スリーチャンスの若です。さあ若君、はい、本日は、はい、若君がどうしても紹介したいアイテムがあるっていうことで、はい、はい、僕も今持ってますけれども、はい、お願いします。はい、エビスのカービングミッドストロングと、はいはい、カービングミッド、はいはい、あと、オーバーミッドのストロング、はい、この3商品ですね、はい、おすすめしたいなと、ご紹介したいなと思って、はい、今回は動画の方にさせていただいております。僕自身もおすすめしたいアイテムで、先月ぐらいですか、あの入ってきた時にこれ配信させてもらったので、おいまただねっていうふうに思ってる方結構いらっしゃると思うんですけれども、あの動画を配信した時にこんなグローブ来ましたよって配信した時に、じゃあ違いは何ですか、どっち選んだらいいんですかっていうコメント結構いただいたんですよ。はい、なので今回はどういうふうに違うのでっていうところをちょっとこの2つ比べてみたいと思うんですけども、そもそもカービングミッドの方がフルレザーで全部がレザーなので非常に付け心地がいいです、でこっち今年ゴアテックス入ってるので、つけてての快適さっていうのがものすごくあります、で一応補強がしてあるのでプロテクトっていう部分、保護っていう部分も結構レベル高いんですけれども、この、はいはい、こちらカービングミッドストロング、そのプロテクトっていう部分がそもそももうこっちの表面もレザーじゃなくしちゃってものすごく強い素材に変えてるじゃないですか、そうですね、そうですね、変えてるので、その保護するプロテクトっていう意味ではカービングミッドストロングの方が圧倒的にレベル高いです、ほとんどほつれないで、あのワンシーズンぐらい余裕で過ごせると思います、でこの保護をするために表面ちょっと硬くなってるので、つけた時のつけ心地っていう感じで言うと、僕はこっちのカービングミッドノーマルの方がつけてる感じはいいなと思うんですけれども、結構シャドーあるところで突っ込んでスピード出して滑るのが好きなんだとか、あとは春先氷になっていくところがこう圧雪されて、朝だけちょっとすごい硬い氷とかっていうところもあったりするじゃないですかね。ああいうバンが硬いストイックなところで手ついて遊びたいなって思う方はこっちのストロングの方がいいだろうなというような感じでございます。非常にこうプロテクションとしてもこうふかふかしていて、硬さもあるから、はい、やっぱこう手の保護っていった部分で言っても、やっぱストロングの方が硬さがあっていいのかなとも思っております、はい、ここ、はい、強い、やっぱりストロングなんでね、名前通り強い感じ、でこっちは優しい感じです、はい、でこれがオーバーミッドって言って、こっちのノーマルのカービングミッドだったりとか他のグローブ等々をつけた上にオーバーミッドでつけてみよう、でこれのオーバーミッドの表面をカービングミッドのストロングと同じ表面にしてるオーバーミッドストロング、これもストロングって名前つくんですよね。そうです、そうですね、はい、っていうシリーズもあるので、この辺の3つぐらいからカービングする人は、俺今のところグローブ気に入ってるのがあるから、これオーバーミッドだけちょっと用意しようっていうのもいいだろうし、つけ心地をこう追求するんだったらこれがおすすめですし、よし今年はがっつり手つくからっていうのだったらストロングもいいだろうしっていう感じで、この辺の3つからエビスのこう有料なアイテムだなと思います。非常にこうヒットアイテムだなと思いますし、僕もずっと使ってて信頼性が高いのでおすすめしたいアイテムございます。これからの時期っていうんですかね、シーズン始まると人工雪とかでまだバーンが硬かったりとか、はい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 、ザクザクというかちょっとトゲトゲしてる氷みたいな感じが強いですね。今時期と春先ってやっぱ非常にグローブが、傷みやすい、確かにグローブ傷みやすい時期と言えると思います氷っぽいですかね、雪がね、なのでこう今シーズンのスタートから、こういったアイテムをゲットして、保護プラス、グローブの痛みっていうのを少なくしてあげると非常に快適なシーズンが過ごせるんじゃないかなと、はい、エビスのグローブはほとんど、ゴアテックスのフィルムが搭載されてきているので、結構ね、搭載すると多くなってきますので、いいアイテムです。ぜひともチェックしてみてください、はい、それではまた、スノーボーダーの青木玲でした。ジョイタンスの若でした。